そうです、そうです、そうです。あの風船引きっていう手法なんですけれど、すぼめていって、こう、そうです、そうです。ですから、原理的には今やっていただいたので、すぼめていって、どんどんすぼめていって、最終的に絞り切ってしまって、蓋をしてしまってもいいんですけれど、それをやるためには粘土ものすごく持ってこないといけないので。でも、破片見たら後ろにこう、シュッてこう。絞り切ってるのもありますので、小さいものやなんかの場合はやってると思います。ただ大きな壺の場合にはこの技法で多分やってると思うよ。でそのなでつけながらその痕跡をちょっと難しいかな、硬すぎて押しつぶして平滑にしちゃうっていうようなイメージで、これでほぼ潰す、でこれで、ちょっと潰すような感じで、ここをこう多分こう全体にぐーっと圧をかけていただくと、はい、これがこう気孔を全体に潰す感じにしていただきながらと、多分ここの肩が張ってくる形で胴が膨らんでくると思いますから、ちょっとそこまでやっていただいてよろしいですか。おお、変わってきた。肩が張ってくるやろ。つきますね、本当だ。なんかあれですね、この今のプロポーション備前っぽいですね。肩の張り方、これで7センチの後半ぐらいの平の肩の状態、平とか平の肩の状態なんで、これをもっとプレッシャーをきつくやってもらったら8世紀の平城の時期の、だから今押さえてくださってるあそこをもっと あそこをガン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 押し潰していく、これどん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 潰れるんだよ。で意外に持つでしょ、ね、柔らかいから潰れるんじゃないかって思うんだけれど、実は中に入ってる空気 の圧力のおかげで形が保持される。これが風船技法。あ、本当だ。
穴はこれぐらいでいいですか。はい、お、ありがとうございます。おお、熱い、あ、すごい、すごい、その円盤もぜひ取っておいていただきます。外すときは真ん中にスポッて、すごい、おお、用意しますんで、中は綺麗にちょっとできないかもしれない。そう考えると、あれですね、なんかヘラ切りが残ってる理由ってのもなんとなく分かる感じですね。いや、ヘラ切りが残り続ける理由も分かるような気がしますけど、そもそもの作り手の、作り方の。首のところをこうやってギューッとねじる、こうやってプレッシャーかけてこうやって絞るとどうなるかというと、内側の割れたところにねじれじわみたいなのがあるんですよ。ろくろ目とは違うねじれじわ、臓器の絞ったようなしわ。あれはそのこうやってギューッて、うん、こうやって。あ、来た来た。備前の末聞きました。いいろくろ目です。あるわ。あるわ。多分なんか線引こうと思ったらこれで回す。ああ、はいはいはい。2000ぐらい、チーズ回して。あ、ありがとうございます。おお、これすごいわ。どうする、そこも残さずに裏から見れるように、はい、ちょっとわざと底抜いて切ってもいただいて、でそれで縦に割っていただこう、うん、これで、はい、裏が、裏側をこれ起こしてやっていただきます。わあ、だんだん構成になってる、綺麗に見えない。三段構成になってる、気持ちはまさに、まさに三段構成。あ、森川さんが、あれ森川さん、あれ8F の穴を開けられる、すごい、体験、親方が、親方ではないですけど、発注、それはこれ何遺跡のやつみたいな、ふかふかさも多分こうひねってるっていうか、なんか、あ、なんか窒感みたいなのでこう、グリッてやったのかなみたいな、どれぐらいの密度感で、どれぐらいの密度感、ちょっと見てこなかったですか。